かつてここには日本で初めての日本人の手によって誕生した東京ゴルフクラブがありました。そしてまた1953年から1961年までプロ野球のチームの本拠地駒沢野球場がありました。張本勲や尾崎幸雄を擁した東映フライヤーズは駒沢の暴れん坊と言われたものです。